日本関東地方神奈川県横浜市ほどが役。ほどが役は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。東海道新幹線と西谷町の住宅地横浜市の中央部にあり、関東ローム層からなる多摩丘陵の南東の端にあたる。東西に 5.80km、南北に 7.40km ある。関東平野にありながら起伏に富み、 最高値は今井町の海抜九十七点零メートルである。地域に神社の所領として置かれた荘園の一種である、橋場み谷をクリアから転化したという説や、おうなどのくぼんだところという意味の古語である、ほとのような谷という説など複数ある。ほどがやくの表記もよく用いられるが、横浜市区の設置並びに、区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例では、 ほどが役と定められている。ほどが役内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前及び町区域設定前の町名、当欄で河川がある町名はその全部、それ以外はその一部であり、その町名の末尾に数字がある場合には町名を表す。また、次区域の一種である次町名を持つ町区域は、 照明欄に示している。h t t p s w w w s t y o k、ok、o h a m a l g j p h o d o g a y a ッシュ k u s i 時計時計 .html くの大半が住宅街のため、スーパーなどの商業店舗は多い。かつては大手企業の大規模工場が複数存在したが、 2006年現在すべてが閉鎖、移転済みであり、跡地はオフィスビル、商業施設、大規模団地や公園になっている。東海道貨物線が横浜羽沢駅東戸塚駅間で遠くを通過しており、相鉄上星川駅の西側をまたいでいる。神賀家計国平成19年の区政80周年を記念して平成18年に作詞を募集した。 最優秀賞に選ばれたのは次の2作。作曲は岡島正雄が担当する。この新しいほどが役の歌は、区政80周年記念式典にて、区民の合唱とオーケストラにより披露される。ありがとうございます。